2024年シーズン9月まで首位だった広島カープは歴史的大失速。5勝20敗という成績で最大14あった貯金も全て吐き出し借金生活となりました。さらにチームは4位に後退し CS の出場も叶いませんでした。そんな広島カープは今年の補強に積極的に動くと言われています。今回は球団のコメントをもとに補強案について考察します。まず今回のニュースの概要をお伝えしましょう。広島カープは今シーズン9月に入って大きく失速し CS 進出の望みが絶たれました。その原因としてチーム打線の弱さが指摘されています。そこで球団が考えたのが FA 補強による即戦力の獲得。例年は FA 補強を控えめにしてきた広島ですが、今回は本腰を入れて動く可能性が高まっているのです。では広島が獲得を狙っているという佐野啓太選手について詳しく見ていきましょう。佐野選手は1994年11月28日生まれの29歳です。岡山県出身で広島県の名門広陵高校を卒業しています。大学を経て2016年にドラフト9位で DeNA に入団しました。左打ちの外野手で身長178センチ、体重88キロの恵まれた体格を持っています。佐野選手の実績は非常に印象的です。2020年には首位打者を獲得し打率3割2分8厘という素晴らしい成績を残しました。さらに2022年には最多安打のタイトルを手にし161安打を記録。安定した打撃技術の持ち主であることがわかります。今シーズンの佐野選手の成績も注目に値します。135試合に出場し打率2割7分6厘8本塁打62打点を記録。チームの主軸として安定した活躍を見せています。一方広島カープの現状を見てみましょう。今シーズンチーム打率は2割3分8厘とリーグワースト。本塁打数も51本でリーグ最下位、404得点で5位に甘んじています。2021年オフに主砲の鈴木誠也選手がメジャー移籍して以来、クリーンアップの柱となる選手が不在の状態が続いているのです。この打線不振が広島カープに FA 補強を決断させる大きな要因となっているようです。それでは広島カープが今シーズン苦戦を強いられた経緯と FA 補強に踏み切る背景についてもう少し詳しく解説していきましょう。広島カープはシーズン序盤から好調な滑り出しを見せ、リーグ首位を争う位置につけていました。特に投手陣の活躍が光り、防御率はリーグトップを維持。打線の不振を投手陣がカバーする形で戦績を伸ばしていったのです。9月2日時点では貯金14でリーグ首位に立っていました。しかしここから驚異的な失速が始まります。9月の月間成績はなんと5勝20敗セリーグワーストタイとなる月間20敗を喫し、順位を4位まで落としてしまいました。この失速の原因として最も大きいのが打線の不振です。先ほども触れましたが、チーム打率2割3分8厘51本塁打というリーグワーストの数字が如実に物語っています。特に問題なのが勝負どころでの得点力不足。今シーズン5点最上をつけた勝利はわずか11試合。これは優勝争いをした上位4球団の中で最も少ない数字なのです。この打線不振は結果的に投手陣にも大きな負担をかけることになりました。リーグトップだった防御率も9月は月間 4.29 まで悪化。打線が点を取れないプレッシャーの中、投手陣も踏ん張りきれなくなってしまったのです。こうした状況を受けてチーム内外から打線の核になるような選手を補強するべきだという声が上がっています。実は広島カープはこれまで FA 補強には消極的な姿勢をとってきました。生え抜き主義を掲げ自前の選手育成を重視してきたのです。しかしここ数年の成績不振を受けてその方針にも変化の兆しが見えています。実際球団幹部は育成は重視しているけど FA に参戦しないなんて言っていない、お手本になるような選手がいれば可能性はあると発言。今オフは従来の方針を転換し大型補強に乗り出す可能性が高まっているのです。そんな中で浮上してきたのが DeNA の佐野啓太選手の名前です。
佐野選手は今年7月に国内 FA 権を取得しました。広島にとって佐野選手にはいくつかの魅力があります。まず安定した打撃力です。先ほども触れた通り、首位打者や最多安打のタイトルを獲得した実績があります。この安定感は広島打線にとって大きな武器になるでしょう。次に地元出身であるという点です。岡山県出身で広島の高校を卒業しているため、地元ファンの支持も得やすいでしょう。これは選手の士気を高める上でも重要な要素となります。そして現実的な年俸という点も見逃せません。佐野選手の現在の年俸は1億5500万円。大型補強としては比較的手頃な金額と言えるでしょう。球団の財政面からも現実的な補強案と言えそうです。こうした要素が広島の首脳陣の目に留まったようです。佐野選手の獲得が実現すれば、広島打線に大きな活力をもたらす可能性があるのです。しかし広島カープの補強候補は佐野啓太選手だけではありません。球団は複数の選手を視野に入れているようです。その中でも注目されているのが巨人の大城卓選手と中日からの対談がの行使されているビシエド選手です。まず大城卓選手について見ていきましょう。大城選手は1993年2月11日生まれの31歳、沖縄県出身で東海大相模高校から東海大学を経て2017年にドラフト3位で巨人に入団しました。捕手として打撃と守備の両面で高い評価を受けている選手です。大城選手の今シーズンの成績を見てみましょう。打率は2割5分8厘、95試合に出場し3本塁打、27打点を記録しています。数字以上に捕手としての安定した守備とリードの上手さが評価されています。また左打者という特性も右打者の多い広島打線にとっては魅力的な要素となりそうです。広島が大城選手の獲得を検討している背景にはチームの捕手事情があります。現在の正捕手である坂倉翔吾選手を打者に専念させたいという新井監督の構想があるのです。そうなると守備力の高い捕手が必要になります。大城選手はその条件にぴったりと言えるでしょう。一方ビシエド選手の名前も挙がっています。ビシエド選手は1989年3月10日生まれの34歳、キューバ出身で2016年に中日ドラゴンズに入団しました。長身と強打を武器とする一塁手です。ビシエド選手の今シーズンの成績は打率2割9厘、15試合の出場で1本塁打2打点と決してかぐわしいものではありません。怪我の影響もあり出場機会が限られていました。しかしこれまでの実績を見ればその潜在能力の高さは明らかです。2018年には首位打者と最多安打のタイトルを獲得、ベストナインにも選出されるなどセリーグを代表する強打者として名を馳せてきました。広島がビシエド選手の獲得を検討しているのはまさにその大型補強としての魅力があるからでしょう。ビシエド選手が全盛期の力を取り戻せば広島打線に大きなインパクトをもたらす可能性があります。このように広島カープは複数の補強候補を検討しています。佐野選手、大城選手、ビシエド選手、それぞれに異なる特徴と魅力があり、獲得すれば即戦力として期待できる選手たちです。広島がどの選手を獲得するのか、あるいは複数の選手を獲得するのか、その動向に野球界全体が注目しています。では、仮に広島カープが佐野啓太選手の獲得に成功した場合、どのような影響があるのでしょうか。チーム、リーグ、そして佐野選手本人にとっての意味を分析してみましょう。まず、広島カープにとっての影響です。佐野選手の加入は、打線の大幅な強化につながると予想されます。佐野選手の持ち味である安定した打撃が、チーム打率の向上に直結するでしょう。また、クリーンアップに座れる選手が加わることで、打順の厚みが増します。これにより得点力の向上が期待できます。具体的な数字で見てみましょう。佐野選手の今季の打率2割7分6厘は広島の主力打者と比較しても高い水準です。
仮に佐野選手がこの打率を維持したまま広島に加入すれば、チーム打率を押し上げる効果が期待できます。また、62打点という数字も、広島打線にとっては大きな武器となるでしょう。さらに、佐野選手の加入は若手選手の成長にも良い影響を与える可能性があります。ベテランとしての経験と安定した技術を若手に伝授することで、チーム全体の底上げにつながるかもしれません。次に、セ・リーグ全体への影響を考えてみましょう。広島の打線強化は、リーグ全体の競争を活性化させる可能性があります。ここ数年、巨人、阪神、ヤクルトによる三つどもえの争いが続いていましたが、広島が再び優勝争いに加わることで、より白熱したレースが期待できます。また、広島が FA 補強に積極的になることで、他球団も戦力補強に力を入れざるを得なくなるかもしれません。結果として、セ・リーグ全体の競争力が向上する可能性があります。最後に、佐野選手本人にとっての意味を考えてみましょう。佐野選手にとって、地元球団であり、名門でもある広島への移籍は、キャリアの大きな転機となる可能性があります。広島の主軸として期待される立場は、選手としての成長につながるでしょう。また、地元でプレーすることで、より大きな支持を得られる可能性もあります。一方で、新しい環境での挑戦は、プレッシャーも伴います。DeNA で築き上げた実績や信頼関係を捨て、新天地で一から出直すことになるからです。佐野選手自身、このプレッシャーをどう捉え、キャリアの決断をするのか、注目が集まります。次に、大城選手とビシエド選手の獲得が実現した場合の影響について分析してみましょう。大城選手の場合、まず捕手陣の強化が挙げられます。大城選手の加入により、広島の捕手陣は大幅に強化されるでしょう。守備力の高い捕手が加わることで、投手陣のサポートが期待できます。また、打順の厚みも増すでしょう。左打者である大城選手が加わることで、打順の組み立ての幅が広がります。さらに、ベテラン捕手としての経験を若手に伝授することで、チーム全体の底上げにつながる可能性があります。大城選手の加入は、チーム全体の守備力向上と若手育成の両面で大きな意味を持つと言えるでしょう。ビシエド選手の場合、まずクリーンアップの強化が期待できます。ビシエド選手が全盛期の力を発揮すれば、広島打線の中軸として大きな役割を果たすことができるでしょう。特に長打力の向上が期待できます。ホームラン量産が期待できるビシエド選手の加入は、チームの長打力向上に直結するはずです。また、キューバ出身のビシエド選手の加入は、チームに新たな国際色をもたらし、マーケティング面でもプラスの効果が期待できるでしょう。これらの選手の獲得は、広島カープに多様な戦力をもたらすことになります。特に、捕手、一塁手、外野手とポジションの異なる選手たちですので、チームの多方面での強化につながる可能性があります。同時に、これらの補強は他球団にも大きな影響を与えるでしょう。例えば、巨人は大城選手の流出に備えて新たな捕手の確保を検討しなければならなくなるかもしれません。また、ビシエド選手の獲得競争が激化すれば、他球団も大型外国人選手の獲得に動く可能性があります。結果として、セ・リーグ全体の戦力バランスが大きく変わる可能性があります。広島の積極的な補強が、リーグ全体の競争を一層激化させる引き金となるかもしれません。この話題について、ネット上ではどのような反応があるのでしょうか。いくつかのコメントを紹介します。あるカープファンは、やっと補強に動いてくれるのか。佐野選手なら即戦力として期待できる、と歓迎の声を上げています。一方で、FA での補強は育成の妨げにならないか、と心配する声も。広島の伝統的な育成方針を支持するファンからは、慎重な意見も出ています。DeNA ファンからは、佐野選手には残ってほしい。でも地元広島なら仕方ないかな、といった複雑な心境を吐露するコメントも見られました。野球評論家からは、広島の打線不振は深刻。佐野選手加入は大きな戦力アップになる、との分析も。大城選手とビシエド選手の名前が上がったことで、ネット上の議論はさらに活発化しています。ある野球ファンは、
往生なら広島の守備がためになる、投手陣も安心できるんじゃないかと期待を寄せています。一方でビシエドは今季不調だったけど広島なら復活あるかも、でも年齢的にリスクもあるという慎重な意見も。興味深いのは佐野、大城、ビシエドの3人全員獲得してほしいという強気な意見も少なからず見られること。広島ファンの補強への期待の大きさが伺えます。野球評論家からは広島の積極補強はセリーグ全体のレベルアップにつながる可能性があるとの分析も出ています。全体的に見ると広島の積極的な補強姿勢を歓迎する声が多いようです。同時に補強と育成のバランスを取ることが重要という意見も根強く、球団の手腕が問われていると言えるでしょう。以上、広島カープの可能性のある FA 補強について佐野啓太選手、大城、匠選手、ビシエド選手の3名を中心に詳しく見てきました。広島にとって今回の FA 戦略は単なる戦力補強以上の意味を持ちます。生え抜き主義から一歩踏み出し、より積極的な補強に乗り出すという方針転換の表れとも言えるでしょう。特に注目すべきは打者、捕手、外国人選手と多岐にわたる補強候補を検討していることです。これはチームの総合力向上を目指す広島の本気度の表れと言えるでしょう。今後広島がどのような動きを見せるのか、そして各選手自身がどのような決断を下すのか目が離せません。この動向が来シーズンのセリーグの勢力図を大きく変える可能性を秘めています。続報にご期待ください。